今日は新企画をお届けしようと思っております古舘一郎です。もう本当にですね、新たな企画をいろいろ探しまして、七転八倒し試行錯誤暗中模索の状態になっておりまして、今日はですね、阿蘇山大噴火さんにまずお越しをいただいて、初めてのご登場でございます。よろしくお願いします。もうゆっくり阿蘇山さんについてはちょっと後ほど伺いたいんですけども、やっぱり今日テーマとしては、例えば大きな新聞とか、それからマスメディアで報じないニュース、報じない裁判、それを徹底的に裁判を傍聴し続ける男、阿蘇山さんにいろいろと本当の他のメディアがあんまり伝えない部分を、ぜひこの法廷を見続けている方に聞きたいということなんで、よろしくお願いします。そして阿蘇山さんのお隣にはですね、プロレスチャンネルの時にいつもお世話になっておりますセクシー女優の上アンナちゃんにお越しいただきます。よろしくお願いします。いやー、黒が今日はすこぶるお似合いで、ありがとうございます。色味にぴったりで嬉しいです、そんな風に言ってもらえて、ね、で、あとスカートと髪の毛の色が全く栗色って言いますかね、同じですよね。嬉しいです。栗色でいいですかね、そういう。そうですね、栗色で全然合ってると思います、ね、素晴らしいです、はい、今日は。ありがとうございます、すごい嬉しい、はい、で、やっぱり阿蘇山さんもやっぱり特徴的で、はい、まず栗色じゃなくて金髪はもうおなじみで、はい、ひげは必ず黒なんです、昔からね。そうですね、ね、で必ずそれはもう全然変わってませんね、前とね。そうですね、20年くらい変わってないです。そうですね、ですから今日ね、スカートはね、はい、もう神ちゃんとはまた違って、はい、このパッチワーク綺麗ですよ、ね、ちょっと栗色に合わせたかったんですけども、ね、持ってなかったということで。いや、すごい可愛いですね。ありがとうございます。なんかね、男は見ても、はい、このピンクが綺麗だなと思いますし、はい、銀ガムチェックの柄の大きさが違うじゃないですか。そうですね、こっちすごくちっちゃいし、こっち大きいし、はい、で、このピンクを補填する形でブルー持ってきて綺麗ですね。これはオーダーですか？どうぞ教えてください。いや、これも古着屋さんで買ったものでして、古着テイストに見せられてんのか、ね、そういうことなんですね。なんかヨレ感がどうですか、なんかすごく私も自分で作られたのかなと思って、いや、購入したやつなんですけど、すごく可愛い。これもファッションチェックの番組です。いや、違うんですよ、なんかね、全然違うんだけど、なんかいいなと思って喋ったらすぐ本題行けみたいな指示が出て、俺すごいムカつくんですよ。あのね、僕は報道ステーションをやらせてもらってる時に12年間、はい、僕は 4,5 回法廷取材に行ってんですよ。で、その時にお話はしてないんだけど、遠くに目立つから、並んでる段階から背高いしね、阿蘇山さんいるな、あ、今回も向こうでお会いしたんで、ちょっと話しかけるっていう距離でもないなというのは何回もありました。そうだね、でもキャスターなのに、うん、なんでわざわざ傍聴の子取材されてるんですか？これは取材しておいた方がいいと個人的に興味を持った部分と、キャスターとしてこれは知っておきたいと思った時は時折行かせてもらいました。いや、多分他のニュース番組でいらっしゃらないですよ。そうですか。だってやっぱ記者の人が取材してまとめたのを読む仕事じゃないですか。あ、でもね、だからそんなしょっちゅうじゃないですけど、もう本当 4,5 回レベルですけど行かせてもらって、だから、すごい印象的なのは、今からもう15年前ですけど、はい、ライブダウンのホリエモンが捕まってね、はい、被告人だった時ですけど、はい、被告人いつも何日かやってたんですけど、最終日に、法廷にいらっしゃって、 それも取材できました。で、喫煙所でちょっと一緒になったんですよ。そうなんですか。お声掛けしたかどうかちょっと記憶ないんですけど、うん、俺その後に日テレの深夜番組の収録やってて、俺待ちだったんですよ、裁判終わり待ち。はいはいはい、急いで行って、ちょっと古舘一郎がいたよって伝えたんですけど、その番組3週間後に放送なんですよ、ね、当然古舘さんは報道ステーションで生で裁判官と堀江さんなんか紙芝みたいので、すごいやるすげえと思って、すごいバニーじゃ弱った感じです。それも俺3週間後に堀江一郎いたよって全くずれてるんですね。そうすごい時間差でしたね。じゃあ早速じゃだいぶ遅ればせでございますけど、はい、報道番組など等々では絶対扱わない裁判に関してですね、阿蘇山大噴火さんに お伺いしたいわけですけど、はい、今日どんな傍聴記録を持ってきてくださいましたか、はい、やっと本題に入りますね。ここからいきますけども、小学校に忍び込んでリコーダー29本を盗んだ69歳男性を起こした事件、それを傍聴されたんですね、最後。そうですね、そんな、これはちょっと いきなりちょっとよくわからない、どういう動機かがゾッとしますね。ないんですけど、どういうことなんですか。これ2年前にあった裁判なんですけど、結構近い、はい、罪名が建造物侵入と窃盗です。やっぱそういうことになりますね。で、被告人はですね、2019年の9月17日、うん、違った18日に、東京は世田谷区にある小学校に忍び込んで、
リコーダーを29本盗む、うん、あのいわゆる縦笛ですよね。縦笛を何で盗む。僕らの世代は縦笛って言ったんですよね、はい、でそれだけじゃないんです。その翌日、はい、9月19日には、うん、東京都北区にある小学校に忍び込んで、はい、あらまた城南から城北行きましたね、はい、ちょっと上に上がりまして、リコーダー13本を盗んだ。じゃあ20何本、29と13、29ということはめっちゃ盗む。そのリコーダーだけじゃなくて、いやその城南とか城北好きっていうのは関係ないんですか。それ関係ない。ちょっと場所はちょっと裁判でも明かされなかったですけど、その2カ所で合わせて42本の縦笛を盗んだという事件なんです、何するんですかね、それ盗んで。そう、気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪い、うん、何をするんですかね。まあ、被告人罪は認めてたんですけども、はい、検察官の冒頭陳述によると、はい、被告人はまあ中学を卒業した後職を転々としていまして、はい、犯行当時は東京ではなくて、はい、サイパンで生活をしていた。サイパン、サイパン、サイパン、サイパンじゃないですよ、サイパン、サイパンつながってますよ、サイパン、サイパン、ね、たまたまですけどサイパンにいたんですけれども、犯行の前日であります、はい、9月17日に東京にやってきた、はい、でその日はホテルに泊まるんですけども、はい、翌日、うん、さっき言った通り世田谷区の小学校に忍び込んで、はい、リコーダーを盗んだ。で翌日この北区の小学校でリコーダーを盗んだ。じゃああの日本の方ですよね、69歳。そうなんです。だから日本人だけどもずっとサイパンに住んでるんですか。分け合って、でサイパンに住んでるのいいんですけど、じゃあ日本に、まあ、たまたま帰国したというのが久しぶりであるとすれば、あの縦笛を盗むために帰国、うん、そういう感じがするじゃないですか。いかにもまさしくめちゃめちゃそうですね、うんうん、気になりますよね、うん、で取り調べの調書っていうのをまあ検察官に読み上げるわけですけども、うん、被告人はリコーダーを舐めることでストレスが解消されたっていう。それは女の子のなんですかね。関係ないの。その段階ではまだわからないんですよ。わからないんだ。まずはリコーダーを舐めることで安心する、はい、でなんか取り調べで喋ってるよっていうのが読み上げられるんですよ。恥ずかしい。なんかで被告人質問です、うん、被告人が証言台に座ってます、はい、で弁護人が、あなたはこう日本でこうずっと生活してたんですか、うん、って言うと、まあ、父親がやってた仕事を継いで、うん、その後40歳でサイパンに、で裁判の方でなんか病院の関係の仕事をして、それでも家族もあります、で奥さんも子供もいるんですけど、うん、今別居中で、うん、それでストレスが結構溜まっていた、で弁護人がじゃあ今回何のために日本にやってきたんですか、って言ったら、あのおばのお墓参りのために毎年この時期は来てるんです、うん、9月、うんうん、でもお墓参り行ってないじゃないですか。だって城南、ね、城北地域カカカカ行って縦笛で、でも結局ねこのリコーダーを盗んでますけども、はい、何がきっかけなんですか、はい、たら被告人がですね、私が小学校6年生の頃なんですけど、うん、被告人69歳なんですよ、はい、だから50年も前のことを未だに覚えてるらしくて、はい、その小学校6年生の時にすごい可愛い転校生がやってきたらしいですね、はあはあはあ、で席替えで隣の席になったと。あで音楽の授業中にその転校生女の子の縦笛がコロ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 ってこっちに転がってきたらしいんですよ。でそれを落ちないようにパッと取ってあげたら、ありがとう、可愛い女の子が言ってくれたわけです。あで、それで？その興奮が未だに忘れられない、まあ、弁護人としてはもう二度とやりませんねみたいな、うん、もうやりませんと、はい、絶対にやりません、うん、で今後、日本で住むんですか、サイパンで住むんですか、この判決どうなるか分かりませんけど、はいはいはい、で被告人はもうサイパンに戻ります、まあ、家族もいる、うん、別居してますけど家族もいるので、うん、サイパンに戻ります。でサイパンに戻ってから笛を盗むってことしませんか、うん、で被告人が絶対にしません、うん、絶対ってそこまで言い切れる理由なんですかって言ったら、サイパンの小学校ではリコーダー使ってないんです。物理的にも盗めないっていう。あ、そうか。じゃあサイパンにずっと私は住む以上大丈夫ですと言い張るわけだ。そうだから弁護人としてはもう二度と同じことはやりませんよっていうアピールなんです、うん、で今度検察官なんです、はい、検察官は先ほど古田さんもちょっと疑ってましたけども、はいはいはい、9月17日に日本に来て18、19に盗んでいる、はい、で、あなたおばさんの墓参りって言ってますけど、うん、お墓どこにあるんですか、うんうん、だから栃木です。栃木、で、あなたは裁判に帰るチケット9月20日のチケット取ってるんですよ。栃木までお墓参り行くつもりあったんですか。間違いない。同じように疑ってるんですよ、うんうん、
で被告人はいや一応20日は夕方のチケットなので栃木行って帰ってはじゃないですか。じゃあちゃんと行ったってことになってるんですね。その19日に逮捕されちゃってるので、行くつもりだったと。じゃあ本来は42本も縦笛を盗んだんだったら、おばのお墓の前でこう吹くみたいな企画はなかったか。音色をちょっと ないか。でもあだって今まで聞かせられなかったから。そうなんですよ。だから裁判官もなんかものすごい首をかしげながら、かなりの数盗んでますよね。13本と29本、これはなんかこんなに盗む必要あったんですか、聞いたんですよ。確かに1本でいいじゃないですか、いいですよね、目的としては、42本ですから。被告人はいや数あった方がいいかなと思ったんです。でどういうことなんですかって言ったら、やっぱりいっぱい吹けばストレスがそれだけ軽減すると思った、1本も同じじゃダメなんですね。いやいっぱいなんじゃないですか、なんかロキソニンみたいな、いっぱい処方するとやっぱり痛みもロキソニンですか。ロキソニンみたいな。なるほど。軽減する1錠より2錠、2錠より3錠で何とかいっちゃえと。結構依存というか。でも普通好きな女の子の縦笛舐めたいまではなんか分かるような気がしてきたんですけど、これどういう人が吹いてるか分かんないのを大量に盗んで片っ端から舐めていくってことで満足するというのはさらに分からないですね。で結果的に実刑食らったんですかね。休刑は2年6ヶ月だったんですけど、判決は見に行かなかったので。でも実は4年前にも同じ盗みをやってる。小学校に入って縦笛やったってる。だからやっぱり日本に来て、でしか もう栃木でやってるんですよ。だからお墓前に通じてやってるんですよ。絶対行ってるよ。行ってるよ。お墓の手前で栃木でもリコーダーやった後なのか前なのか分かりませんけど、すごいね。徹底して縦笛、あれなんか横笛フルートの立場もないですね。もうずっと縦ばっかり行ってるんですね。まあそういうことですね。そうですか。いやいい話聞かせて。